どうも、マニュエル・エマニュエルの花野です。どうも、エマニュエル・ボーヤの伝賀です。どうも、エマワトソンの木村さんです。はい、というわけで、今回の企画は今日は何するんですか。俺は知りません。俺も知りません。僕も知りません。お前は知ってる。終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ショートコント5位。はい、ということで、今回やっていくのはですね、はい、ゲーム歌詞変換クイズ。いやもう最近の歌詞って抽象的なもの多いなと思ったんですよね。あ、人間やめたりとかね。まあそうですね。僕リレのことかな。大親友のパスタ作ったお前とかね。そうなんですよ。まあ具体的やけど今の。死ぬほど具体的や。めちゃくちゃ具体的やけど、美味しい大親友作ったお前とか。美味しい大親友。美味しい大親友作ったお前じゃない。やっぱエモい歌詞の方が売れがちじゃないですか。はいはいはい。やっぱそうじゃないと、僕ら理系なんで、はいはいはい、定量的にいきたいですよね。おお、なるほど。だからもう僕らが作ってきたものは誰が聞いても同じ情景を思い浮かべられます。まあそこ回が一つ、まあ、本来一緒にあのなんていう同時に混在する人ないけど。確かに科学と科学じゃないだけやから。なるほどね。はい。以上です。セールクイズを用意していきたいと思います。なるほど。まあ、というわけでね、はい、やっていきたいと思います。もわ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 、死にたい。よし、よし。え、これ曲が、え、歌詞が流れる。歌詞が出てくる。え、僕がですね、曲の歌詞をちょっと理系っぽくしてきました。あ、変えたんや。あ、例えばその大親友のパスタとかも天秤金棒の天球みたいな。そういうことや、はい、例えばそういうことでしょ。まあそういうことです。例えば、はいはいはい、なるほど、はいはい、変えてきたので、はいはい、それから、まあ、元の歌詞を推測して元の曲を当ててください。なるほど、はい、なるほど、はい、なるほど。ということで1曲目こちらです。でん、アメリシウムとヘリウムに虎のハサミで底面の中心 0.0.0 一辺一の正三角錐とでは、何年も前の事象を見てみよう。天秤を求めて。何それ、やば。え、これってさ、回答権何回でもあんの？何回でもいいです。しばらくわかんないようでしたら、ちょっとずつヒントが出る。え、調べてもいい？このアメリシウムとか。アメリシウムとか調べていただいても大丈夫です。俺わかったかもしれない。見せないように発表するスタイルでいく？あー、なるほど。はい、はい、めっちゃこれ。残念、はい、これちゃう、俺わかったかも。ちょ、これちゃう。正解！マジで？すげえ！マジ？マジで言ってる？でも、なんでこれかはでも俺分かってないねんな。なんかそういう雰囲気を。どういうことこれ？いや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 、これ。訳し方おかしいやろ、これ、お前。低気圧ってことは、まあ、雨がまだ来ない。ここはでも、つまり晴れてる。ここはまだしっくりくる。俺は 85.1MHz が金とかなってました。あー、じゃあ、はいはいはい。はい。はい、壊れかけのレディオ。残念。いや、それの曲やねん。三角錐でしょ。団子三兄弟。残念。でも俺的にヒントはちょっとこれから考えよう。いや、ヒントありますか。いや、ヒントいらない。いらない。いや、でもさ、ヒント続きの歌詞があるんで見てもらいたいかなって。あー、なるほど。じゃあ続きの歌詞見るわ。じゃあヒントいきますね。はいはいはい。こちら A メロとなってます。はいはいはい、いいよ。こちらが B メロとサビです。めちゃくちゃ新月の夜に迷わないために発散。はちょっとよくわからんわこれは。わからん、当ててもよくわからんねん、マジでこれ。マジかよ。え、はい、大使いプラネタリウム。残念。絶対さ、全体を通してさ、空見てるよね。あ、わかったわかったわかった、これちゃう？絶対これ、違うかも。これ。バンプ。天体観測。正解！あー、やばい、なるほど。ちょっと待って、教えて。すごいな。アメリシウムとヘリウムって何？アメリシウムとヘリウム、これ午前2時ですよね、これ。正解！は？これアメリシウムが AM で、ヘリウムがやっぱ2番目の元素やから。で、これ望遠鏡が、このなんかこう図形のあれや。あー、それは無理。わからん。で、このエッジワースカイパーは何？これ調べたら、ベルト？あ、なるほど。だからエッジワースカイパーベルトっていうのがあるらしい。で、大げさなにも持ってきたが、シュレディンガーの箱を持ってきた。大げ
大型大荷物をシュレディンガーの箱と捉えてる。伝わってないよ、俺らに。で、天体が撮ったやつ。でもさ、天体観測を何年も前の受賞を見てみようか。俺はこれ、素晴らしいと思った。これは光、光やから。をさだから何年前の前の光を見てるから。深い闇に迷わないように震える手を精一杯だった君の震える手を握ろうとしたあの日ブラックホールの観測を試みて目の直線上に突然ゾンビクスを並べた何もない空間で二点が波を発生させ干渉したよ太陽が東から昇ろうとするが西へ西へと移動し続けた現在進行形の空の天秤天秤 AOB とは平行ベルクトールいやでもそういうことやろまあいいよじゃあもういいよ分かった分かったノリ分かった分かったでは次の問題に行きます、うん、どうぞ係数の大きなローレンツ方程式を解いて花粉とともに飛んで t イコール0で君に会いに行こう定積分したら定数を考えなくていいので6分の1公式で計算しようなんかちゃんと分なってるね定積分したら定数を考えなくて良いのでどういうこと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 もうこれだからキムやなこれだったらローレンツ方程式は絶対でこれ大学の範囲やこれだってまあそうですね t イコール0ってなんや今すぐってことだと思う今すぐ今すぐ今すぐ君に会いに行こうやと思うこれじゃあとりあえずはい残念残念分かったーこれ分かったー残念あー違うはい正解うえー、マジ何で分かったんすかやっぱ今すぐ君に会いに行こうでしょ検索かけるしかないああローレンツ方程式そういうことねローレンツ方程式調べていいやんはいなんか無限みたいな話出てきたんほうほうほう、まあ、バタフライ正解ローレンツこれが蝶の形やそうですねご機嫌な蝶に乗ってが係数の大きなローレンツ方程式を解いて俺さ無限が出てきて現代なーかと思って運よかった、まあ、バタフライって言ったらたまたま当たった運よかったなお前それ余計なことなんて忘れた方がマシさわだから定積分の定数が余計なことやから考えなくていい忘れた方がいいやつだろ6分の1公式で計算しようってどういうこと時間がないから時間がないから時短しよう。それは無理やそれは無理やそれはやばい無理無理無理すぎこれやばいなこれやばいなこのゲームやばいでは次の問題に行きます次の問題こちら白色光の光源がついた白い長方形のポリエステルの中心は T イコール無限大何を言うてんねん地下深くで炭素が立方小光子構造となりダイヤモンドとなるまでなんかでも確かに言ってることは結構具体的な感じはすんねんな白い長方形のポリエステルの中心は T イコール無限大これ結構ヒントやんなこれは A メロですかそれは全文です全文全文です全文とは全文歌詞全部ですやば正解よっしゃよっしゃいやこれもうこれしかないんちゃういやこれしかないこれしかないこれしかないんちゃう正解これしかない俺分からんけどやってたもん分からんけどもこれ書いたもんチオニアチオニはどこに行ったんですかT イコール無限です。あ、確かに。チオニアチオニって長い時間だと。君が代は君が代っていうのはまあ天皇様のことなんですけど、日本の中心ってことを言いたくて、白い布に太陽、広まれて太陽。あ、やっぱそうなんや。いや、なんでこれポリエステルなんですか、これ。まあ国旗ってことちょっと言いたくて、ポリエステル、まあまあ布なんですけど。なるほど。それちょっと悪魔やったな、そこ。苔の娘ですからね。まあ炭素が、なるほど。どんどん。いや、固まって、さらにまあ結晶というかこの問題がコケムスわ、ほんまコケムスってお前コケムスいや、森入るわでは、いきます次の問題、はい、こちらベンゼンの爽やかで勇ましい香りが漂う勇ましい香り勇ましい香りまあ、一旦ね残念あはい残念残念だよね残念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 
フランシウムって何やったっけとか、そんなの調べていいの？あ、まあそういうの調べていいですよ。なるほど。でもなぁ、これ多分な、大きいんだと思うよな。わかった。わかった、絶対わかった。これこういうことやろ。正解。はいはいはい、こういうことやろ。こういうことです。なんだなんだ。いや、これきついんちゃう、ちょっと。いや、でも一応今の俺が取ったからさ。確かに22やな。22です。あと1問やる意義が出てきたで。あと何問あんの。次は最後の問題だと思います。あと1あるんやね。あと1ある。じゃあもうそれで決着ね。はいはいはい、オッケー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 。じゃあいきます。はい、次の曲こちら。てん、うわ、もうきしょいわー、これもう問題きしょいわー。 N は2以上の自然数とする。袋の中に白色、茶色、緑色の玉が、で、この袋から N 個の玉を一度に取り出す事象か。絶対これないもん、歌詞に。ああ、そうやな。一旦求める。一旦求めてみるっていうのあるよ。わー、でも分かったこれ。いやでもフィーリングエグすぎるやろ。これしかない、絶対もうこれしかない。残念。これで当てられたらヤバくない？これで当てられたらマジで、これで当てられたらヤバいよ。いや、だって合ってんねん、マジで。あ、そうなんすか。合ってる。あ、確かに、確かにちょっと似てますね。やろ。これは純恋歌って書いてん。目を閉じれば億千の星で、これが星なんじゃないかって。お前、一番光るお前がいる。一億の星があって、お前らが選んだら1点、そうじゃなかったら0点。お前天才や。ほんまと思ったよ。ほんまっすね。で、しかも白色とか茶色とか緑はなんか星の等級を表してるんかみたいな。天才じゃない。天才。天才じゃない。天才いましたね。これがしっくりきすぎて、それ以外考える気にならへんんだけど。え、これちょっともうワンヒント。じゃあ B メロこちらです。はい。いかの旅に答えよ。取り出した玉を机の上で円状に並べるとき、茶色の玉が隣り合わない確率を求める。でもさ、そうなってくると何かを茶色って言ってるよ。茶色の玉が隣り合わない。茶色、茶色、茶色が隣り合わへんやろ。はい。はい、残念。マージャンの歌。残念。マンズ、ピンズ、ソーズで1個ずつ。ああ、確かに。ハクハツチュンの可能性もある。ハクハツチュンの可能性もある。ちょっと茶色が。茶色がちょっと。もうワンヒント欲しいな。もうちょっとヒント欲しいですか。うん、そうですね。サビ欲しい、サビ。サビ欲しいですか。いや、いいっすね。もうこの展開を望んでました、僕は。はい、まあ、そうね。さっきからもう A メロ、B メロ、A メロばっかりで、ちゃんとやってもらって。はい。じゃあ、いきます。じゃあ、サビこちらです。どうぞ。泣かない。100を超えることがあるという命題の真偽を答えよ。真ならばその証明を、偽ならば判例を。最後の一文絶対意味ない。最後の一文だけは120倍意味ない。なんか真ならばその証明をとか、もうここまで言っちゃったからそれ書かなあかんって、あいつの数学的なあの意味ないよ絶対。3人の満腹度は100を超えることがある。何を言ってんの。何を言ってますの。お腹いっぱい。踊るポンポコリン。残念。お腹が減ったよ。満腹度はゼロじゃん。あー、確かに。2010年より前かとか聞いてみる。ちょっと2010年より、うん、あとです。つってもまだ広いからな。あ、ごめんなさい、あの言葉足らずだったらすみません。いや、もう全部言葉足らず。そんなこと言い出したらお前言葉余りまで。言葉余りすぎてエントリーシートだったら100落ちる文章だよ。はい、100を超えることがあるっていうのは一応その限界値を突破するっていう意味で使ってますからね。これ父と娘と母っていうのは反映されてるんですか。まあ歌詞には出てきてないんですけれども、その設定が妥当だろうと私が判断しました。おー、なるほどなるほど。2020年よりか前。いや、後です。めっちゃ縮まったな。じゃあ感電。残念。メイクハッピー。残念。うっせぇわ。残念。東京フラッシュ。残念。キムはこの歌はよく聞くんですか。よく聞きますね、はい。なんで。なんでって。何がええと思って聞いてんの。それはまあ、これを聞かなきゃ始まらないみたいなとこありますんで。ほえー、新時代。残念。残響参加。残念。ユタンジェント。残念。ベデルギウス。残念。ドライフラワー。残念。クライベイビー。残念。群青。残念。猫猫猫。残念。もうほんま、もう当たれよほんま。てかさ、意味ないもんね。意味ないもん。あの歌詞意味ないもん。歌詞のヒント。歌詞のヒント。1分目で分かるよな、多分。あ、1分目で分かります？マジで。今年の曲ですか？今年の曲です。うっせぇわって今年やっけ？うっせぇ、うっせぇ。いや、だいぶ前、2年前ぐらい。マジで？あ、2020年ぐらいじゃん。マジか。バカバカ。マジで今年の初めとかじゃなかった？そう。いや、もう、結構バグってるぞ、それは。いや、でも忘れた、忘れた。あれは？ミックスナッツ。正解！おい！
袋に入れたナッツ。ほんま、そういうことね。あ、袋に入れたナッツがこれ。ナッツです。でもな、あの、当てても何も嬉しくない信じただけでも胃が持たれて胃がさ無理やってそれは分からんそれ胃が持たれてるだけやねこんなもんありえんぐらい悪もんやわこれでも確かに今からスパイファミリーのねやっぱまあスパイファミリーオープニングねそうやそうやそうやこれ聞くの始まらへんって確かにこれは確かにA メロ知ってたら一瞬でわかるな確かにはいやってんなということで悪もんだらけの日常だけどという企画以上で終わりましたはいありがとうございましたありがとうございました